Space Monkeys TV。 はい、ウェルカム、スペースモンキーズ TV へこそ。さあ、久しぶりにまたスタジオからの撮影になります。さあ、本日はですね、タイトルを見ていただくと分かる通り、この5月6月に大活躍したルアーたちと、これから楽しみなルアーたちというところでね、何のこっちゃよく分かりませんが、やっていこうと思います。まあ、つまりですね、このね、数日本当によく釣れたというルアーの紹介と、あと最新作のルアーと、今からの季節良さそうださっていうルアーをピックアップしましたので、そこら辺をやっていこうと思います。その前に皆さん、スペースモンキーズ TV のチャンネル登録はお済みでしょうか。下のチャンネル登録ボタンポチッと押していただいて、時々通知をいただいてみてはいかがでしょうかっていうところで、さらにインフォメーションがまだあります。この T シャツを見てください。で、この T シャツなんですけど、ワンキャス TV のナイチューン手掛けるテシーズオックのメーカーで作られております。ワンキャス TV からも購入が可能なんですけど、僕のね、こちらの概要欄の方にもこの T シャツのリンク、購入できるリンク貼り付けておりますので、ぜひとも見に行ってください。ちなみにこの紫から、これスペースモンキーズ俺のカラーになりますので、皆さんよろしくお願いします。さらにもう一個インフォメーションがあります。8月の3日、ワンキャス TV と合同オフ会をやります。20名限定様ということで、チケットの方が出ていますが、もう20枚が1日2日で売れてしまって、増員させましょうということで、プラス20名、募集しております。そちらのリンクも貼り付けておりますので、ぜひよろしくお願いします。場所は名古屋、下のリンクからね、飛んでいただいて、ベースというところのね、アプリ、そこにね、このランガン T シャツ、ロン T、この、その他いろいろ、ルアーグッズ等も、売られています。そこにですね、チケットがね、販売されてましたので、ぜひとも、興味のある方は、8月3日、名古屋ですけど、チケット購入していただいて、僕たちと一緒にうまい飯を、お酒を飲みながらね、一緒にね、オフ会やろうじゃないかってことで、よろしくお願いします。ということでですね、長いインフォメーションになりましたが、皆さんね、動画だけではなく、下の説明欄の方にもね、今後とも、目を通していただきますよ。いいよ、話はいいよ。しますとがり。さあ、それではですね、見ていきましょうか、ルアー。レッツゴー。さあ、それでは新規で購入しましたルアーと、もともとあったルアーの方を紹介していきましょう。ここね、6月になりまして、特に水路で大活躍したクランク、まずこれから行きましょう。それが、こちら。メガバス ORC。 これはメガバスオンラインショップ限定カラーのキラーピンク。こちらでね、魚を釣った動画も見ていただいたと思いますが、かなりいい感じに来てます。こういったね、表層とちょっとした水面直下を強くね、カチャ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 、そして引き波を立てるようなクランクに最近ハマっています。まあ、その流れもあってこちらが手に入りました。それがこちら、レッドジャパンスクラッチ。これをね、これだけの紹介しようと思う動画にしたんですけど、それだけでやっぱボリューム足りないし、そんな感じでね、動画的にもね、最近釣れてるルアーって結構ありますが、一体どれに絞ったらいいですかっていうコメントもね、ありましたんで、まあそれも紹介ということも兼ねて、ボリュームをつけてみました。で、これがそのスクラッチ。ちょっと見ていきましょう。はい、これがレイドジャパンスクラッチ。初めて映像を通して見る方も多いかと思います。僕もね、初めてね、スクラッチを見たんですけど、こんなに大きいものだとは思わなかったんですよ。はい、こちらがそのスクラッチ。でかいっすね。で、特に人気のあるカラー何ですかって聞いたら、やっぱこのブラックが一番人気あるみたいっすね。正確なカラーの名前は、オールブラック。それの通り全部クロス。カラーネームオールブラックっすね。尻尾にこんな感じでペラがついてて、なんとも特徴的ないかつい頭をしてます。早速このルアー持って明日釣りに行ってみたいと思います。ようやく手に入りました。ちょっと前ぐらいに発売されたやつっすね。2回目の販売かな。皆さんも手に入れられましたが、自分はようやくですわ。次行ってみましょう。続いてがこれ、スピナーベイト、ボトムアップ、ビーブルーですね。こちらもパッケージが開いてるんですけど、なぜかというと、これちょっと琵琶湖でね、ちょっとだけ投げたんですよ、試し投げして。で、特に変化がなくて、ただ試し投げしただけなんで映像には残ってないんですけど、しっかり買いました。ボトムアップ、ビーブルー。どんな感じになってるかと言いますと、これ、ブレードが1枚、2枚、なんとここに3枚目のブレードがついてるというね、なんともね、初めて、こういうのは初めてですね。まだね、なんとも試し投げしかしてないんで、しっかり釣り込んでないんで、これもね、明日一緒に投げてみたいと思います。小さいサイズで、クボセサイズ。
この真ん中のブレードがどんだけパワーがあるかね、試してみたいと思います。で、次が書いてあっしゃるわ、この2つ。まあ、いつものもうバリキシャットですね。これカラーがですね、ラッキーブラウンゴールドラーメンナンバー777ラッキーセブン。まあ、これはね、もうほんといつも釣り屋さんに行くとき必ずワンパック買ってる。あともう一個、これ釣れ筋のクランク、ペイフォワード 18SR。 MR もあったんですけど、 SR の方が自分向きなんで SR を買いました。なんで購入したかと言いますと、ちょっと待っててください、実は訳あり。はい、戻ってきました。実はですね、琵琶湖の方に長期で遠征に行った時にクリークでナイスバスを釣り上げたんですけど、その際にですね、やっぱり投げ込んでたのかね、尻尾のところがね、欠けちゃったんすよ。やっぱね、何回も投げてぶつけて、そして釣ってるとね、こうなってしまいます。これ本当にね、釣れ筋のマジで釣れるいいクランクで、俺がね、もう生放送とかでもゴリゴリに言ってるルアーなんで、また新しく買い戻しです。これはね、もう完全一軍ボックスからもう外せないクランクになってしまいましたね。あと、これ、丸のみ、レイスオブ丸のみ、もうね、衝撃のね、神回連続というのをね、見ていただいた方も多いと思いますが、こちらの丸のみ、これもね、もう一軍ボックスから外せないルアーになってしまいました。で、結構コメントで寄せられたんですけど、この丸のみのセッティング、このメロノミのセッティング、60釣った時のセッティングを教えてくださいっていう形でね、言われてるんで、今日それをやります。ちょっと見ていきましょう。と、その前に皆様の恒例のコメントチェック忘れてましたので、中間の休憩というところで出ていきましょう。今日はちょっと短めにしておきましょうね。丸のみのセッティング皆さん知りたい人多いと思いますんで、それではまずこの方、あなたは1万円もらいました、すぐに使いなさい。さあどうする。1万円っすね、まあ、すぐ使いなさいと言っても、まあ現実的に考えたら、飯めっちゃ高い肉食いたいです。ステーキとか食に使っちゃうかもしんないですね。あと、もしね、1万円以上の10万とか100万単位でもらえたら、明日にでもアメリカ行きます。次、今年受験なので、サルスさんのおすすめの集中法を教えてください。はい、近年ね、こういうスマホでのね、勉強アプリがかなりできてるじゃないですか。僕なんかね、紙とペンを持つとね、めちゃくちゃ集中できない人なんですよ。僕ね、字書くのがね、ダメなんですよね。よっぽど見てスワイプして楽しく、こういった端末で勉強した方がよっぽど頭に入ることが、僕は最近そう思いました。スマホで見たことは覚えてるけど、紙とかで自分で実際に書いたものは覚えが悪いです。僕は重度のスマホ依存症です。次行きましょう。ランナーティーのサルスさんから注文しました。ありがとうございます。この動画の冒頭でも言いましたけど、このランガンティーのこのカラーですね。購入してくれたんです。ありがとうございます。紫は猿カラーだからね。よろしくお願いします。ということで、中間、皆様のインスタグラムから、コメントをいただきました。インスタの方も説明欄貼ってありますので、ぜひチェックしてフォローしてください。コメント採用させていただきます。時々ね、タイムラインとか、あとはストーリーズなんかでね、質問の応募しますので、ぜひぜひ参加してみてください。それでは本編戻りまーす。はい、こちらが丸のみですね。頭なんかかなりスリムシェイプになっていて、お腹の方が含みをもたらす、そんなような形になってます。で、ここにですね、ネイル進化を入れるポイントが1、2、3つ振ってありますね。はい、このネイル進化なんですけど、0.9g から自分は 1.3g を使ってます。0.9g が基本となる重みみたいですね。前の方にこんな感じで刺すと、前傾姿勢になって、ピリ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 と自発的に動いて、前の方に進んでいく。で、真ん中に刺すと、その中間あたり。後ろに刺すと、水平に落ちるらしいです。自分が大きいやつを釣った時は、こっちの前の方に 1.3g でしたね。0.9g でも十分動くんですけど、自分は遠くへ飛ばしたいし、あとズル引きもしたいなっていうのがあって、ちょっと重みのある 1.3g のネイル進化を入れました。前の方に刺して前傾姿勢で落ちていく。特にボート釣りかとか、あとはピンポイントで狙う場合は水平フォール刺した方が効果的ということで、後ろの方に入れるといい感じになるらしいです。自分は前の方でしかまだ釣ってないんで、なんともですけど。ちなみに水晶フックはゴーゼルフック、ねじ込むタイプのものが非常に使いやすいそうです。自分は使ったのはこれですね。って感じで次行ってみましょう。そして最後はこちら、スピンガバチョ。これはね、最新というかもうね、定番中の定番になってきてるんですけど、今からの季節にもってこいのルアーになるんじゃないかということで、ちょっとやってみたいなと思って購入しました。 PL スピンタックル、はい、このタックルでやりたいと思います。 P
ピーラインを巻いたスピニングタックル、強いロットに強い糸。これでね、このスピンガード長、ちょっとね、相模湖あたりでやってみたいな。もしくは亀山、片倉、こちらの関東の方のダム、湖で試してみたいなと思って購入しました。今からの季節、本当にこれが、こういうものがね、フロッグとかがね、面白い季節になってくると思いますのでね、チャレンジしてな、と思ったわけでございます。ということで以上になります。戻りまーす。はい、いかがだったでしょうか。皆さん気になるルアーや、今これが来てるよというルアーはありますでしょうか。もしありましたらコメントからね、紹介してみてください。それとね、こういった新しいルアーも購入しましたので、またね、明日から釣りに行ってみたいと思います。ということで以上、スペースモンキーズTVでした。あと、T シャツもよろしくお願いします。バイバイ。